はい、三田森ファームです。今、みかんを、木箱に移して貯蔵するところに来ています。見ての通りこういう木箱ですね。に、選別しながら、みかんを入れていきます。まあ、傷みとか、外観の悪いものとか、そういうものを省いてですね、これで貯蔵していきます。で、まあ、2月、3月まで、この状態で、貯蔵し、味がね、まろやかになってきたときに、お客様の方に、出荷していくという形になってます。なかなかね、日だまりファームの、その貯蔵するスペースはね、まだまだ本当に昔ながらの、貯蔵庫になりますので、手で下げて、積んでいくというすごいもう昔ながらのやり方でやってます。あそこ見える。ちょっと暗いですけど、こういうふうに間にこう木を入れて空気を通りやすくして、ある程度この湿度と温度を保ちながらですね、品質を保つという、これは一つの技術なんですけど、そうやってやりながら、美味しいみかんを提供できるように、準備をしているところでございます。ぜひぜひこのみかん、日だまりファームの青島みかん、美味しく食べていただきたいと思います。以上です。まあ、2人で、まあ、路地詰め、まあ、他のメンバーも見ますけど、まあ、あの木箱にみかんを移してですね、貯蔵をやってますけど、どうですか、何か大変なこととかありますか？たくさんありますな。たくさんあります。例えば、入れる際のね、チェックが、があって、この痛みとかを結構、なんていうんですか、結構それ痛みとかを見逃してしまうと、その、また選果するときに、もうすごいひどい状態というのも、このカビでも腐ってしまって、それを取り除く作業がすごく大変なので、今ちょっと念入りに小さい、ね、痛みとかをちょっとチェックしながら、こう選果というか選別というか、しながらちょっとチェック作業してます。そうですね。今年はちょっと雪にやられたりとかね、霜、というか塗装害というかね、そういうのも出てるので。まあ、お客さんのところでね、腐らないようにね、しなきゃいけないですね。あと、やっぱり重たいですよね。そうですね。そう。いかんせん、スタッフが、男性のスタッフが2人しか今のところないので、そう、11段ってなると、やっぱり高さ的に、どんくらいだろう。100、2メートルぐらいあるかな、あれ。2メートルぐらいのところまでちょっと、まあ、2段の、なんていうの、階段があるんですけど、そこに乗って、こう、よっこいしょと、上げて、いかんせん力がいるので、やっぱ腰もちょっと。負担になってると。はい。やっぱり上げるときはやっぱよっこいしょって言っちゃうんですか？よっこいしょって、まあ、僕だけですけど。あ、言っちゃうのね。言っちゃうのか。そこ別にサンドに自由じゃなくて、ごめんなさい。聞いちゃってごめんなさい。気になったもんね。はい。そう。そうですか。で、やっぱりここはよっこいしょで行く。統一で行く感じです。はい。行きたいところです。終わりました。行きたいところ。はい。みかんの方はどうですか？やっぱりちょっと、でもいい感じですよね。綺麗なのはすごく。そうですね。これでね、ちょっと寝かすことによってね、味もまろやかになるし、お客さんもね、食べやすくなるのかなと思いますけどね。どうしても、ね、この時期になってくるとね、中盤感というかね、デコポンとか、ああいうものがね、出てくる中で、やっぱりみかん好きな人はね、ずっとみかん食べていただけると思うので、ね、そういう方にね、お届けしたいですね。なんか、いや、逆に楽しいことないですか？楽しいこと、まあ、やっぱし、ね。ねしか言ってないです。ねしか言ってないですけど。収穫の後に、落ち着いてこう、なんて言うんだろう。まあもちろん、痛みとか、ちゃんと見て、作業もしますけれども、この、ね、コミュニケーションというか。そうですね。ちょっと時間が。時間が、余裕が。そう。じゃあ、ちょっと世間話も入れつつ、でも、日韓もしっかり見つつ、まあ、歌いな、ファミングはせず。なんだそれ。まあ、でもあれですよね、収穫期で、やっぱりアルバイトさんがね、20、30に入って、こう緊張感のある中バタバタやってたけど、はい、まあまあアルバイトさんが終わって我々毎日ねいるスタッフで、まあ大変だけれども、はい、いろいろ話しながら、はい、来年はこうしたいねみたいな話をしながらね、はい、非常にいいかなという感じですよね。
はい、じゃあ今年ね、もう終わっちゃって、収穫終わりましたけれども、はい、まあ、最後までね、美味しいみかんを皆さんにね、提供できればと思います。この2人が、この2人だけではないですが、他のスタッフも含めてですね、はい、ちゃんとこういう貯蔵管理をやってますということですね。はい、はい、どうぞ皆さん食べてくださいって、皆さん言ってください。よろしくお願いします。もう一回揃えて、そこを。食べてください。よろしくお願いします。あ、そこ何練習した？はい、はい、では終わります。はい。